秋晴れのもと爽やかな潮風に吹かれていたヨンちゃん。気がつくと、なんだか素敵な庭園に迷い込んでいるではありませんか。ここは男鹿市船川港船川。今月から一般公開が始まった高台にある日本庭園西雲庵です。広さはおよそ1000坪、大小さまざまな庭石や石灯籠が配置され、松や楓などの草木が生い茂ります。造園したのはこの地域で生まれ育った元宮大工佐藤直忠さん80歳。建築業を営む傍ら、仕事が終わった後や休日を利用して林だったこの場所に実に40年以上かけてたった一人で整備してきました。生まれ育ちがお寺さんの隣であったもんで、建物も庭も小さい頃から見て育ったもんで、それに憧れて道楽が大きくなってしまったんです。園内にある木造平屋建ての立派な屋敷、もちろんこれも佐藤さんの手によるものです。スズメと大工は軒で鳴くという言葉があります。スズメは軒先でさえずり、大工は軒作りで苦労するという意味です。軒の見事な反り形にこそ宮大工の卓越した技術と美意識が詰め込まれているのです。こうなった以上、やはり皆さんから見てもらって喜んでもらい、またいや癒しを感じてもらえれば最高だなと自分では思っております。趣味が高じて作り上げた素敵な空間、みやびやか、その言葉がまさにふさわしい日本庭園っていいなぁ。つなげる、広がる、わあ！